はい、どうも明神です。今日はね、用事があったんで明石に来ました。この後はもう一回ね、上司に行って買い物せなあかんねんな。まあとりあえずね、今お昼の1時半なんですよ。まだ昼飯食べてないので、さっき昼飯行こうかな。とりあえず、まあ、上司の近くに山岡屋があるんですよ。この後山岡屋に行こうかなと思います。じゃあ今から山岡屋行ってきます。今回は塩スープ、いい塩加減なのだ。固めの麺にネギを絡ませたら美味しかったのだ。外はパリパリ、中はジューシーなのだ。ニンニクを少し追加。ニンニクパワー全開のスープなのだ。はい、今ね、上司行ってきました。で、さっきね、山岡屋行ってきたんですが、お昼のね、2時頃に行ったんですよ。まあ2時頃なんで、まあ人も空いてるかなと思ったんですけど、思いのほかめっちゃ並んでました。30分待ちですよ、ね。あそこの山岡屋もなんか YouTuber さん、他の YouTuber さんとかも行ってるみたいなんで、やっぱりね、山岡屋って人気店ですわ。今回はネギ塩ラーメン食べたんですが、まあネギ塩もね、うまかったっすわ。僕ね、結構塩ラーメン好きなんで、まあ今日はね、なかなかいいお昼ご飯が、ラーメンが食べれましたわ。でもうこの後はね、特に予定はないので、また明日続き撮影しようかなと思います。はい。